とうございます皆さんね、言わなくて正解ですからね。はい、大丈夫です。今日はですね、ショートコントをやらせていただきます。ショートコントやった後にタイトルを出す後出しショートコントというのをやらせていただきますので、皆さんは見ててくださいね、見ててくださいね。僕もね、見たかったんですけどね、僕が見るとお弁当箱いなくなっちゃうんで、僕がやりますので皆さん見ててください。はい、お楽しみにね。よし、オムライス作るぞ。鶏肉、よし、人参、玉ねぎ、塩、コショウ、米、今はね、クックパッドで動画見ながらできるからいいね。鶏肉を細かく、はい、細かく切ります。はい、はい、細かく、ああ、もう切り終わっちゃってる。あ、どうしよう、玉ねぎじゃなくて、どうしよう、あ、どうしよう、ちょっと待って、ちょっと待って、玉ねぎ切ろうって、あ、どうしよう、一回待てよ、一回待てよ、あ、分かんない、どうしよう、どうしよう、それで、混ぜて、ケチャップ、あ、できた、あー、コーラ飲みたーい。はい、このコントはサブリミナル料理動画というね、コントです。間にコーラの画像が入ってたんですね。そうすると人間というのはコーラが飲みたくなってしまうという、そういう心理をついたショートコントでございましたね。実際の映画館でもね、そのコーラの売り上げが上がったっていうね、情報があったんで、今は法律的にやっちゃいけないということで、ね、皆さんね、気をつけてください。まあ、そういう感じでどんどんやっていきますので、ね。よっしゃ、俺たちさ、もう付き合って5年になるじゃん。そろそろさ、写真撮らない？一回も写真撮ったことないじゃん。え、なんでそんな嫌がるの？思い出が一個もないんだよ。指名手配犯とかじゃないでしょ。じゃあいいじゃん、撮ろうよ。怖くない。うん、いや、そのカメラに魂撮られたことないから、大丈夫。うん、行くよ。はい、チーズ。くしゃ。おー、いいの撮れてんじゃん。ほら、ゆきちゃん。ゆきちゃんどこ行った？隠れんぼか？え、ミキちゃんどこ行った？ミキちゃん、え、おーい、あ、聞こえる、おーいって、どこだ、え、あ、ミキちゃんが携帯の中入ってる。あー、ごめん、ミキちゃん、なんかハリーポッターのあの肖像画のあの子たちみたい、すごいいっぱい中で動いてる。え、ごめんね。え、入っちゃう体質だったんだ。あー、なんで今日撮らせてくれたの。え、どうしよう、あ、とりあえずドコモショップ行こう、ドコモショップ。すいません、機種変お願いしたいんですけど。はい、iPhone 11 Pro Max というコントでしたね。やっぱね、中に入っちゃったからには綺麗な画質で彼女を見たいですからね。もう出てくることはないですからね。はい。あー、やっぱ一人で旅行楽しいな。あ、牛さんだ。あー、かわいい。え、草食べてる。飛騨牛か。そうだよね。あー、かわいいな。あー、かわいくて美味しそう。美味しくてかわいそうだね。ごめんね、美味しそう。どうしよう。あ、じゃあ今日俺飛騨牛食べよう。ステーキがいいかな。おい、意外としゃぶしゃぶもいけますよ。あ、しゃべった、かわいい。飛騨名物しゃべ牛というね。皆さんの名物、飛騨名物しゃべ牛ですね。はい。すいません、いい、注文いいですか。スタミナって、はあ、あ、食券制でしたか。あ、食券制、あ、恥ずかしい。あ、今日帰ります。食べれる雰囲気じゃないんで、すいません、出口こっちで、あ、ここトイレですね。あー、ごめんなさい、難しい。最悪だよ。あ、お寿司落ちてる。はい、これでプラマイゼロということですね。お寿司があればプラマイゼロですね。さ、最高の友達だよな。こうやって満月見ながらストロングゼロ決め込む、最高だよな。飲もうぜ。それにしても綺麗な満月だな。え、なんだよヒロシ。え、俺から離れろ。いや、なんだよそんな急に満月。え、なに、どういうこと。お前まさかそうなの。え、ちょっと逃げろ。どういうこと。わかんない、わかんない、ない。何もなんねえじゃねえかよ、お前。おい、くっそ、お前おもらしただろ。元々の最高の時間です。最高の時間ですね。あ、フリップの赤ちゃんが出てきましたね。かわいいですね。あ、この紛れ込んじゃったのかな。最後にじゃあ、フリップの赤ちゃん最近じゃんけんを覚えたんで、皆さん心の中でじゃんけん赤ちゃんとしてください。ね、勝ったらいいことありますからね。はい。赤ちゃんじゃんけん、じゃんけん、ほん。あ、ねるした、ごめんなさい、ねるした。ありがとうございました。